はい、皆さんこんにちは。サカキャッシュでございます。まもなく5時ですね。あと15分で5時になろうとしています。2月の6日日曜日でございまして、15度まで下がってきましたね。もうちょっとで暖房です。さて、東洋経済オンラインというのがございまして、最近ですね、お見限りでございますね。東洋経済週刊東洋経済プラス、でこんな記事出てます。2月1日ですね、ちょっと前ですね。中尾健介さん、存じ上げません。創業者が展望するコロナ後の外食とは、渡辺美樹氏、居酒屋市場は永遠に戻らないというちょっと刺激的なタイトルで、例の渡辺の社長がですね、写真がドーンと出ておりますね。年明け以降、オミクロン株の感染拡大で再び苦境に追い込まれた外食業界、渡辺創業者の渡辺美樹氏に今後の展望を聞いたと。この方ね、一回参議院議員やってましたね、自民党からね。で、なんか一気で飽きたみたいで、やめ、みたいな。本業に戻んねえ、みたいな。やってますけども、まあ今、外食産業、まあ非常な苦境にあると、されています。割と長いんでですね、かいつまんでいきましょうか。渡辺さんの言葉ですね。外食、特に居酒屋は厳しい。多くの店舗が臨時休業に踏み切ったことで、まともな営業ができていない。なんかそうらしいですね。まん延防止でね。営業している店舗についても、時短対応や消費者心理により、コロナ前の2019年比で 20% くらいにまで売り上げが落ちていると。すごいですね。ほんまにね。2021年12月にはコロナ前の 60% 近くまで売り上げが戻ったこともあり、そうだったんですか。なんかあの頃はもうなくなるんちゃうのと、私もまあもうおしまい、日本はおしまいって言ってたんですけど、違いましたね。来ましたね。オミクロンなんかもう出てくんだよと思うんですけど、2021年12月はコロナ前の 60% 近くまで売り上げが戻ったこともあり、外食事業は単月黒字になった。このまま行ってくれればいいなと思っていたが、年が明けて1月から客足が一気に減ったと。売り上げなど足元の状況は第5波の最低ラインとほぼ同じ。だが感染者数増加の山が高い分、悪い状態は第6波の方が長く続きそうだ。第6波のピークは全国の新規感染者数が1日12万人超となるあたりだろうと。今10万人ぐらいですからね。まあもうちょっとかなと。沖縄もね、ピークアウトしてるんですよ。だからもう、こっちもそろそろちゃうんかなと思うんですけどね。こうちょっと飛ばしますね。雇用ですね。雇用はこの間、一人も辞めさせないというスタンスで守っていく。臨時休業中のスーパーなどへ出向させることも検討している。まあね、業者の人雇ってますからね、雇用調整助成金を取ったりしてるんでしょうね、きっとね。そんなに給料高くないですからね、1日1万5000円あれば十分でしょう。ね、牛タンがなんか高くなって扱えなくなったと。そうですかね。この前焼肉食べましたけど。コロナ禍を機に人々のライフスタイルは変わり、ノミニケーションもなくなった。コロナが5類感染症に分類されたとしても、居酒屋のマーケットはコロナ前比で7割にまで縮み、永遠に戻らないのではないだろうかと。やっぱり2年間もねコロナやってですね、文化変わりましたね。まず会議で出張という文化なくなりましたね。どうするんでしょう、ビジネスホテル。インバウンドまだあと1年2年は戻ってきませんよ。会議で出張なくなった。その次にこうノミニケーションがなくなった。渡辺社長のところもそうバチッとこうあれ影響を受けるんでしょうけど、飲みに行こうかという軽いのがなくなってですね、こうなんと言いますかね、こう致し方ないっていうのは変な言い方ですけど、これは必要な飲み会というのだけやってるような感じがしますね。だからコロナがなくなったとしてもですね、こうそうやすやすとですね、おい行こうみたいな感じにはならないんではないでしょうかね。それを渡辺さんはこう見ておられるわけですね。
ちょうど今朝、だいぶ飛ばしました。ちょうど今朝、メガバンクの幹部といろいろな話をした。コロナ収束後に融資先の企業はどのような戦略で動くのか、彼らはそれを見ている。この点、当社は居酒屋にこだわっていないことで高い評価をもらっている。実際、唐揚げや韓国チキンといったファーストフード、焼肉寿司など次々に新たなブランドを立ち上げている。コロナ後を見据えて、業態作りを行っている。コロナが終わったら用意どんで出店構成をかけると。まあ今ね、出店するっていうのはなかなか、ただ今安いですもうかなり安いですよ、店舗は、賃貸は。また海外への本格進出は図ると。まあこれはね、居酒屋について、何でもあるから行こうという総合居酒屋の来店動機が弱った反面、これを食べに行こうという目的型の来店動機が強まっている。まあ焼肉とかお寿司とかですね。後追いではなく、そういう大きなトレンドを掴んでいると思っていただきたい。韓国チキンの BBQ オリーブチキンカフェは400から450店舗出せる。寿司も300店舗。郊外型焼肉店の上村牧場もう400店は確実に行ける。マーケットがあると見込まれ、それに見合った業態が展開できるのできるならば、そこを埋めた方が経営としては正しいだろうと。外食産業ね、都心はダメなんですよ。つまり会社の帰りにみんな飲みに行こうというのがなくなってですね、家に帰って家族と外食しようというのがかなり強いんですね。だから郊外型の外食店ってほぼ傷んでいないんですよ。まあ例のね、緊急事態の時には店閉めたりして、補助金持ってますけども、まあそれでもね、1日6万円もらえたら、ね、まあなんとかなんとかでしょ、個人店は。で、一番きついのは都心ですね。都心のオフィス街、例えば大手町の近隣の八重洲とかね、神田とかね、新橋とかですね、ああいうところの飲み屋さんが相当傷んだ感じがしますね。で、さらに傷んだのがですね、銀座のお姉さんがいるお店ですね。新橋や神田の場合ね、自分の財布で飲み代を出して、おっちゃんたちがですね、居酒屋で飲むっていうのがあるんで、まだちょっとはマシだったんですけど、銀座のお姉ちゃんのお店はですね、皆さん、会社の経費で来る人が大半で接待なんですね。だからコロナでなくなった文化のその次はですね、接待文化なんです。接待しますっていうのはですね、もうコロナがきれいになくなってみんな OK ってなるまではですね、なかなか復活しないと思いますよ。だから多分このあと1年は無理ちゃうかなと。そうそう、もうすでにね、丸2年やってるわけですよ、そのコロナで休業。もう3年は我慢できないから、銀座のお姉さん的なお店も次々とですね、閉店してるはずですよ。そうすると飲み屋さんのクラブビルっていうものがですね、今度はビルとしての価値が安くなるんですね。私は知りませんけど、多分水面下で相当取引が行われてるんじゃないかなと思います。最後の方いきますね。これはワタミの社内の話を書いてますね。変更後の体制はカンパニー制のようなものと思っていただければよい。それぞれのブランドを管轄する執行役員の責任がより明確になる。要は焼肉やチキンやということですね、寿司やということですね、そのカンパニーで分けていくと、自分ごととしてブランドに向き合ってもらっている。以前までとは違い、新たな業態が成功する確率が上がったと確信している。以前とは違うのは何かと言いますとね、賃料安くなったんです。賃料安いですよ、これから飲食店の。もう、だって入ってくれたら御の字みたいなところがありますからね。いや、最近銀座行ってませんけどね、次々とやっぱしシャッター下ろしてるんじゃないでしょうかね。もうたまらんと。終わったーと思ったらこれでしょ、オミクロンでしょ。でこれ当面っていうか、東京というか、本土はまだピーク来てませんから、多分今週あたりではないかなと思うんですけど、ピーク来ますんで、そうしたらだん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 下がっていくんですけども、このまん延防止を解消するにはですね、まあ早くて3月の半ば頃でしょうね。下手したら3月いっぱい4月、
になって岸田さん慎重ですからね。人の言うことを聞くんですけど、そのあんな尾身とかですね、ああいうですねコロナで騒いで、なんていうか得する連中が周りにいるとですね、その人たちの言うことを聞いてるとどん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 慎重になるわけでして、まあですからですね、まあ3月いっぱい4月いっぱいぐらいまではまん延防止がいくかもしれませんね。はい、渡辺さんも一生懸命ですね、業態の多様化を図っておられるということでございまして、この東洋経済のサイトを貼っておきますんで、ご興味のある方は行ってみてください。私も今半分も読んでないですね。はい、皆さんどうもありがとうございました。